ナンバーアンダーライン愛の驚異的な進化、平野賞神宮寺優太、岸優太が見せる新たな魅力。ファンが心配する平野賞の変貌、ソロ活動の真相に迫る。平野賞ガン太、神宮寺優太の3人は、かつてナンバーアンダーライン愛のメンバーとして、輝かしいキャリアを積み上げてきました。しかし、彼らがグループを脱退し、それぞれの道を歩むことを決意した背景には、 様々な理由があります。本校では、特に平野翔のソロ活動に焦点を当て、その理由と彼の魅力について探ってみたいと思います。平野翔のソロ活動が注目される一方で、彼の元気のなさを心配するファンの声も少なくありません。最近のテレビ出演や SNS の投稿を見て、覇気がない、やる気が感じられない、と指摘する声が多く聞かれます。このような状況には、 いくつかの要因が考えられます。一つは、彼がキングプリンスとしての活動を終え、新たな環境に身を置くことで感じるプレッシャーや不安かもしれません。もう一つは、ソロ活動に伴う責任感や期待に依えなければならないというプレッシャーが影響している可能性も考えられます。平野翔がソロ活動を選んだ理由についても様々な憶測があります。彼がアーティストとしての道を選んだ背景には、 自己表現の自由や新たな挑戦への意欲があったとされています。彼の才能とカリスマ性はグループ活動にとどまらず、ソロでも十分に発揮されると期待されています。また、平野章のソロ活動が注目される一方で、岸優太や神宮寺優太もそれぞれの道を歩んでいます。岸優太はその明るいキャラクターと演技力で、CM やドラマでの活躍が期待されています。 彼の自然体での演技や食品の CM での食欲をそそる姿は多くのファンを魅了しています。一方、神宮寺優太はその整った顔立ちと大人の魅力でハイブランドの CM やファッション誌のモデルとしての活躍が期待されています。3人の個々の魅力がそれぞれのソロ活動にどう影響しているかを考えると彼らの将来が非常に楽しみです。例えば、平野翔が雑誌、 エルジャパンの表紙を飾った際、その写真が大きな話題となりました。彼の魅力が広く認知され、彼のソロ活動がさらに注目されるきっかけとなりました。一方、キシユタの CM 出演も期待されています。彼の自然体での演技や、食品の CM での食欲をそそる姿は、多くのファンを魅了しています。また、ジング優ジユタについても同様に、 彼の整った顔立ちと大人の魅力が注目されています。彼がラザールダイヤモンドの CM に出演した際、そのエレガントな佇まいが大きな話題となりました。彼の指にしっくりくるダイヤモンドの輝きは、まさに彼の魅力を引き立てるものでした。その対照的に、神宮寺ゆ太は静かで上品な佇まいで、ラザールダイヤモンドの CM に完璧にマッチしていた。彼の手にきらめくダイヤモンドは、 まるで彼自身の魅力を象徴するかのようだった。このコマーシャルを見て、私は一瞬、時が止まったような感覚に陥った。彼の指にはまったリングは、その洗練されたデザインと同様に、彼の気品を引き立てていた。そしてガン・ユータ。彼はこれまで一度もソロの CM に出演したことがなかったが、そのコミカルな一面が新たな魅力として CM で発揮されていた。 彼が食品を無心で食べる姿には、見ているだけでお腹が空いてくるような魅力があった。岸士自身も大のカレー好きだと聞いていたが、彼が実際にカレーを作る CM には、大きな期待を抱かざるを得なかった。長谷園のお茶漬けの CM も、かつて社員が茶舞台でひたすらお茶漬けを食べるシーンが話題となったように、岸士の自然な食べっぷりがフィーチャーされることで、新たな話題を生むに違いない。 ナンバーアンダーラインアイの3人は、まるで運命共同体のようだ。どの企業の CM に起用されても、3人が一緒にいることの幸福感は、その商品の価値を一層高めるだろう。特に神宮寺のラザールダイヤモンドの CM では、彼の紳士的な佇まいが強調され、まるで大人の男性の魅力を最高度に引き出していた。彼が紹介するダイヤモンドの美しさに、多くの人々が魅了されるに違いない。 一方で、騎士の CM が注目されることで、彼の独特の存在感が広く認知されることを期待している。ユニクロやスポーツブランドの CM に起用されることで、彼の多彩な魅力がさらにクローズアップされるのではないかと考えている。また、騎士が海外の人気も獲得していることを考えると、彼の活躍の場は国内外問わず広がっていくことが期待される。騎士の騎士タイムや MV リアクションは、 海外ファンにも大変好評であり、これからの彼の成長が楽しみでならない。さて、平野翔だが、彼の場合はすでにタレントパワーランキングでトップに君臨しているため、新たなオファーが絶えないのも頷ける。彼の笑顔は、お茶の間の人気者として、多くの家庭に幸せをもたらすだろう。5月の対象以降、とても多くのオファーが彼に集中していたことは、彼の圧倒的な人気と実力を示している。 実際、彼の CM 出演が発表されるたびに、その商品の売り上げが急上昇するのは紛れもない事実だ。神宮寺と平野、そして騎士のトリオ、ナンバーアンダーラインアイは、その名の通り一番を目指すグループだ。この三人が一緒にいる時の化学反応は、まるで奇跡のようなものであり、見る者の,の心を掴んで話さない。彼らの CM は、それぞれの個性が際立ち、 まるで映画のような完成度を誇っている。私たち視聴者にとっても日常の中で彼らの CM を目にする機会が増えることは大きな楽しみであり励みとなる。特に平野の高級感ある商品の CM、神宮寺の紳士的な姿、騎士のフレンドリーで楽しいキャラクターがそれぞれ違った魅力を引き出している。彼らの存在が私たちの生活にどれだけの輝きをもたらしているかは はかり知れない。このように、ナンバーアンダーラインアイの三人は、それぞれが独自の輝きを持ち、それぞれのフィールドで活躍している。彼らがこれからどのような CM に出演し、私たちにどのような驚きと喜びを届けてくれるのか、期待が膨らむばかりだ。彼らの活躍を見守りながら、彼らと共に歩む未来に思いを馳せることは、私たちにとって何よりの楽しみである。最後に、 読者の皆さんには、ナンバーアンダーラインアイの3人に対する期待や希望を伺いたいです。どのような CM で彼らを見たいと思いますかまた、彼らにどのような新しいチャレンジを期待していますか彼らの活躍によって、どのような変化が生まれると考えますか皆さんの意見をお聞かせいただければ幸いです。私は、先月のある晴れた朝、初めて平野章、神宮寺裕太。 岸優太の3人によるナンバーアンダーラインアイシリーズの CM を見た。あの瞬間、私の心は一気に彼らの魅力に引き込まれた。平野翔は以前からファンの間で絶大な人気を誇っていたが、今回の CM では彼の得意な存在感がさらに強調されていた。彼の笑顔はまるで太陽のように輝いていた。